分かってる。あいつのことだよね。それだけじゃないの。私たち以外みんな動かなくなっちゃったの。どういうこと？わからないけど、あの化け物が急に現れたと思ったら他のみんなが動かなくなってて。まさか。サルサ、大丈夫だよ。みんなは時間が止まってるだけ。え？原種がもうここまで来たからね。今は顧問にいるのと同じような状態。じゃあなんで二人は？指輪をしてるから。それでリフレクターの力が流れ込んで顧問の力を共有してるから。だからこうして指輪をつければ。死んじゃうんだし、やってみるよ。ありがとう。それじゃあグラウンドで迎撃しよう。
絶対負けない。まだ距離があるわ。これが私の力！
れ様、ひなちゃん。これで倒せたの？